佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第105回5月4日祝日土曜日レース展望こんにちは進行の青木里奈ですそして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ令和初のパッカル情報局ということでございます,す、ねはい、気持ちも新たにというかいよいよそうですね、はい、一生懸命頑張って、ま、頑張りましょう、はい、元気ですか、はい だいぶ元気ですよ <laughs> だいぶ元気ですよ良 <laughs> かったです安心しましたゴールデンウィークね、はい、皆さんもお忙しくされてるかもしれませんけれども体調に気をつけて頑張っていきましょう、はい、さあそれでは今回の展望レースに参ります今回の展望レースはこちらです5月4日祝日土曜日注目レースは第8レース明日賞 C1 の10組そしてメインレース第9レースシャイニングスター特選3歳2組ですそれでは解説始まります まずは注目レース第8レースアケビ賞 C1 の10組の出走メンバーです。距離ダート1400メートル午後4時30分発走サラブレット系4歳以上9頭立てとなっています。それでは今村さんの注目馬をお願いいたします。 はい、えー、まずは4番のレッドラスターですね、はい、まあ休み明けからね7着、5着、3着と、まあ、少しずつ上向き加減ではありますけども、もともとの、ね、力を考えると、まあ、ここではねもっとやれてい優馬ですから、さ、ま、ら、あ、なる前進というところはありそうな感じはします。はい、まあそれから8番のスターフォース、まあ、この馬も堅実には走ってますしね、まあ、今回、外枠っていうのもプラス材料ですから、まあ、前走以上っていうのもあって不思議ないところではあると思いますね。 まあそれから9番のシエラ・ミノル、まあ、休み明けの分若干、ね、割引にはなりそうなんですけども、まあ、外枠、好材料ですから、まあ、前々で自分の競馬ができれば、ね、この馬も力は持っていると思います。まあ、それから、えー、1番のエンジェル、まあ、この馬も休み明けにはなるんですけども、まあ、この3連勝の内容がいいですからね、ただ1枠プラス今の馬場で後ろからどうかなというところがありますのでね、まあ、その点がポイントでしょうね。ありがとうございました。 続きましてメインレース第9レースシャイニングスター特選3歳2組の出走メンバーです距離ダート1400メートル午後5時5分発走サラブレット系3歳10頭立てとなっていますそれでは今村さんの注目場はこちらですはい、えー、まずは6番のしげるりしやきせきこのまま佐賀に来て2連勝とねまあ内容をよく勝ってますし、まあ、まだまだね伸びしろありそうな内容でしたからね、まあ ここのメンバーに入ってもね、えー、十分やれるところはあると思います。まあ、それから8番の大賃原翔堅実に、えー、走るタイプですけどまど、あ、今回、外目の枠になりましたんでね、まあ、さ,りさらにね、えー、自分の持ち味っていうのは活かせるんじゃないかと思いますね。まあ、それから10番のモスティッカー、まあ、このまも一席2戦目で、まあ、前走と同じような相手関係なんですけども、まあ、内容的にはね悪くなかったですし相手なりに。 走れるタイプですから外枠うまく、ね、活かせれば前走以上というのはあって不思議ないかなというところですね、まあ、それから5番の北三ンルージュ、まあ、前走を巻き返して1着でしたけども、まあ、今回また2組に上がりますから自己ペースの流れで持ち込めるかどうかというところがポイントになりそうですねありがとうございましたそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第105回5月4日祝日土曜日レース展望でした。 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は、5月11日土曜日、12日日曜日の展望を、5月10日金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。